これを食べたら痩せます。ダイエットにおすすめの痩せる朝食メニューをお伝えしていきますね。ポイントはあなたの腸内環境が整うかどうかなんです。そこで今回はこの動画の最後で材料と作り方、美味しいレシピご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。この痩せる朝食メニューのメインの食材はこちらを使います。オートミールなんです。朝食でね、美味しいこう白米とかこう食べたいなっていう方はやはりね、白米太ります。その代わりにオートミールを使うことであなたは痩せることができるんですよ。そしてポイントは腸内環境を整えることですから、このオートミールが持つ力であなたの腸内環境が整う、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気になって増えてくれて、あなたは長期的に綺麗に痩せることができる、痩せ体質になることができるんですよ。で、このオートミールは白米に比べてもまずは低カロリーですし、また低 GI 値食品ですから、あなたのその血糖値をですね、急上昇するのをこう防いでくれるわけなんですよね。で、その結果あなたは脂肪を溜め込みにくくすることができる。逆に言えば白米を食べてしまうと一気に急上昇してしまって、結果どんどん脂肪を溜め込んでしまうわけなんですね。で、またオートミールというのはもう本当に栄養価が高い食品ですから、タンパク質やミネラル、ビタミン、食物繊維が豊富なことであなたの栄養バランスを確保しながら、結果その痩せ体質になる、腸内環境を整えることができる食材なんです。で、またこれを使った今から朝食メニューレシピをお伝えしていきますね。で、その時に使う調味料の作り方をちょっと先にご説明したいと思います。使うのは塩麹です。これは何かと言いますと、あなたの腸内環境を整えるスーパー調味料ですよ。発酵調味料なんです。なのでただのお塩を使うよりも、この塩麹に置き換えるだけであなたはもっともっと痩せることができるんです。しかも健康的にですよ、長期的に。で、塩麹作り方今からお伝えしますけれども、ちょっと作るのが面倒だなっていう方は、私別動画でもお伝えしています、無印良品さんで買える国産米を使った塩麹ってね、レトルトパックで売っておりますから、その塩麹を使っても OK です。ただ簡単に作れますので、ちょっとぜひこちら参考にしてみてくださいね。目安のグラム数です。乾燥タイプ、もしくは生タイプ、どちらでもいいんですけれども、米麹を 100g 用意してください。そこに天然のお塩、精製された体に悪いお塩ではなくて、ミネラルがたっぷり残った良いお塩ですね、を 35g、 そこに天然水を100から 110g 入れて、大体こう同量でひたひたなれば OK なんですけどね。保存容器に以上の材料を入れて混ぜるだけなんです。ただこれすぐね使えないんですね。発酵しないといけないわけです。発酵調味料ですから。なので毎日最低1回よくかき混ぜていただいて、そうですね、常温で、夏場であれば7日間ぐらい、で今からも秋冬になっていくと寒いので、ちょっとね発酵に時間かかりますから、だいたい長くて10日から2週間程度かけて置いていただくと、その麹が柔らかくなったら食べる目安なので、柔らかくなったらそのまま冷蔵庫で保存、だいたい2、3ヶ月は持ちます。なのであなたもぜひ手作り発酵調味料塩麹作ってみてくださいね。私も毎日よしよしと声かけながら混ぜてね、育てております。すっごく美味しいです。では早速痩せる朝食メニューレシピご紹介していきますね。材料1人分です。忙しい朝もすごく便利ですから覚えてください。まずはお椀に、耐熱ボウルにオートミール大さじ2杯入れます。そしてそこに同量のお水、天然水ですね、を大さじ2入れていただいて、一回よく混ぜてください。で、そのままラップをかけずに、そうですね、600ワットのレンジで、大体1分未満、50秒ぐらいでいいかもしれないです。で、チンするとこうふやーっとね、こうふやけるんですよね。で、そこにまず、次、すいません、作るも順番で言いますけれども、卵1個をこう割って、今度ね白身だけ使います。
白身ですね、白身だけ先ほどチンしたこのオートミールに入れていただいて、よくここでまた一回混ぜるんですね。で混ぜ終わったら600ワットのまた電子レンジで、だいたいもうラップかけずに、白身が入ってますけどちょっとこうパンパンとね音がしてもいけないので、まあ、様子見ながら、まあ、30秒ぐらい一回電子レンジでチンしていただくと、まあ、生卵系がお好きな方はもっと秒数少なくていいかもしれませんが、まあ、しっかり火を通したい方は30秒ぐらいで、まあ、ベースの、まあ、お米になる、お米の代わりになる部分を作ってくださいね。でその後まず納豆、できれば国産の大豆にしてくださいね。1パック用意していただいて、そこに先ほどご紹介しましたこの塩麹を大さじ1と、あの甘煮油を小さじ2分の1杯納豆パックに入れてよくかき混ぜてください。ここで準備 OK なんですね。でこれが出来上がりましたら、先ほどその使わなかった卵の黄身がありますよね、それを、まあ、トッピングしていくんですけれども、あとお伝えしますね。先ほど作ったそのオートミール飯ですよね、あの白身が入ったのにちょっと真ん中をこうくぼませて、そこに卵の黄身をポンと入れましょう。でその周りに納豆、先ほど作ったこの納豆と塩麹と甘煮油が入っているこの納豆を周りにこう敷き詰めていただきます。そこでまあほぼほぼもうそのまま食べていただいても美味しいんですが、トッピングすることでもっと美味しくなりますし、あなたの腸内環境を整えることができます。その食材がこちら、キムチと、まあ、刻みネギなんですね。でキムチもこちら発酵食品なんですね。あなたの痩せ体質を作るためにはこの発酵食品がないとそもそも善玉菌が増えないです、痩せ菌が増えないんですよ。なのであなたの痩せ菌を増やすためには痩せ菌がいっぱい入っている発酵食品をね絶対取ることがもうこれ必須なんですね。その時にあの納豆も発酵食品、塩麹も発酵食品、キムチも発酵食品なわけです。ですからもうこのスーパー発酵食品のもうこのオンパレードですね、後からこうトッピングしていただいて、やっぱりこう丼物ってこうネギがあったら美味しいですよね。おネギをこう散らしていただいたら完成です。でこの黄身をねこう割りながらこう混ぜながら食べるのがこれがまたねめっちゃ美味しいです。私も大好きです。で時間がない朝なんかは特にもうパパパッとできますから、もうレンチンで混ぜてレンチン、もう簡単レシピ、しかも痩せられる、いかがですか。あなたもこのオートミールを使った納豆丼を食べていただいて、あなたの腸内環境を元気にしてあげること、そしてその結果痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて長期的に痩せることができるんです。しかも美味しく食べながらですよ。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的にきれいに痩せるを応援しております。でまたダイエットに関して、まあ、健康に関してあのこういうこの時どうしたらいいのかなってご質問がおありの方はこちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ご登録後直接私に遠慮なくご相談くださいね。またこのチャンネル役に立ったと思ってくださいましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。